日本中国地方山陽地方岡山県岡山市東区最大寺1967年時点の市町村地図25最大寺市東区にある広域地区である道区役所の本庁管轄域であり岡山市に編入合併した旧最大寺地域に相当するいわゆる広域の最大寺にあたる地域の中心市街地は古くから 最大寺の門前町として栄え、毎年2月に、同寺院で開催される、日本三大祭の一つ、裸祭りで知られる。なお、同市北区の中心市街地には、当地に由来する、最大寺町、新西大寺町という地区がある。本校ではかつて同地域に所在した最大寺市についても述べる。1969年に、最大寺市が、 岡山市に編入合併した時の地域にあたり、政令市施行前までは、旧最大寺市役所が最大樹脂所として管轄した。政令市以行後は、同志所が東区の区役所となり、さらに2014年11月25日には、区役所が移転開設され、当地は本庁の直轄となっている。当地は、吉井川を中心に、川の東西に、 エリアが広がる。最大寺市以前は、吉井川東岸は奥軍、奥郡西岸は、上東郡であった。人口は、西岸の方に偏っている。当地の中枢は、川口西岸に位置する、最大寺、金岡であり、古くは、金岡市長という荘園があった。この地区は、中世から近世にかけて、金岡港の港町、及び、 最大寺の門前町として、商工業の発展した地域であった歴史の古い地区である。また、吉井川の高瀬船と瀬戸内海の海鮮との物資の、集散地としても栄え、現在の最大寺市街地の基盤となった。明治以降、最大寺門前町には、商店街が生まれ、それを中心に、市街地が形成され、周辺の経済の中心として、賑わいを見せる。 しかし、モータリゼーションを中心とした生活に変化していくにつれ、市街地周囲の農地が区画整理され、道路網も整備、次第に商店や企業が周辺地に移転していき、商店街を中心とした市街は活気を失い、市街地としての機能は周辺地に奪われた形となる。その一方で、中心地は昔ながらの門前町や港町の佇まいを残した、 風情ある街並みが残っており、映画、オールウェイズ三丁目の夕日などの撮影地にもなった。当地中南部には広大な平地が広がるが、大半は古来は海域であり、近世における干拓された日田地帯である。吉井川西岸は上東沖に行った、東岸には、甲島、日田などが造成されている。かつては、米のほか、麦、綿花、イグサなどが、主産物であった。 特に綿花と、イグサは、宝石や、イグサ製品などの関連化工業も栄え、前述の最大時、金岡を拠点に、各地へ売られた。しかし、近代になると綿花は衰退していき、イグサも、昭和期に、農家の兼業化により激減した。現在の新田地帯は、幹線道路が整備され、周辺は郊外型の市街と変貌し、商店、企業、宅地が立地。 農地も未だ多い地区も多数あるものの大半が米作中心となっている。さらには沿岸部には企業団地も造成され様相が一変した。現代において最大寺は岡山市東部の拠点地区としての地位を占め副都心的な存在のエリアとなっている。従来からの九番地区工業地帯のほか2001年8月に完成した東部クリーンセンターの周辺に 流通センターなどが進出中。金棒最大事故上跡地の活用問題や、中心部商店街の衰退などが、現在の懸案事項である。岡山市を代表する企業である、両備ホールディングスや、天満屋はこの西大寺が、発祥地である。両備ホールディングスの方は、現在も、最大寺バスセンターが陶器場の本店としての機能を、果たしており、 隣接して、両蘇内プラッツ最大時点が立っている。また、天満屋の方は現在は、天満屋、ハピータウン最大時点として存在している。岡山市の南東部に位置し、東区の約南半分を占める広大なエリアである。吉井川の最下流域であり、エリア中央を北東から南西へ、同化線が貫流し、当地で海へ至る。また、南東部は、 瀬戸内海に接し、南沖合にある犬島諸島も当地内である。東には、瀬戸内市、南は、小島湾を隔てて、同市南区小串、関の浦、西は百軒川を隔てて、同市中区と山、埼玉、北は、道区の上道にそれぞれ隣接する。吉井川西岸では、中心市街地西北に、 微前富士の愛称で親しまれている独立丘陵の決算があり、この丘陵の北六も当地内である。丘陵六から海浜部まで広がる広大な平野部が広がるが、これは近世における干拓平野である松崎神殿、金岡神殿、上を沖に行ったから成り立っている。この平野と吉井川、旭川をそれぞれ結ぶ水路として倉安川が東西に流れている。 また、北東部から南西へ、砂川が流れ百軒川へ合流しており、古くから広大な農地の灌漑用水としての役目を果たしている。吉井川東岸は、奥山海生端にあたる大大山、高尾山などがある丘陵が中央にあり、その南北に平地が広がる。山の北側は一大国草地帯である仙町平野の南部にあたり、仙町川や大用水が、 灌漑用水として流れている。山の南側は山南と呼ばれ、東側を南北に丘陵地が伸び、西側を南北に流れる吉井川との間に広大な平野が広がる。この平野部は近世の干拓地であり、甲島、ニットなどからなる。これら干拓平野の中央部を南北に千庁側の葉川が流れている。古代においては吉井川西岸は、 備前国上東軍、勝合や巨都郷東岸は、同国奥軍長沼里や奥里などが、当地にあったと推定されている。その後荘園が勢力を増すと、当地には、金岡省と呼ばれる広大な荘園が生まれた。金岡省は、西野省と東野省の東西に分かれていた。現在の金陵三世大臣や、金岡あたりは、東野省に属しており、観音委文書には、 金岡東の省の記述が見られる。金涼三世大寺は、古くは、最最寺とも表記され、その創建は古く、天平商法三年と言われる。延響四年の大半日経の奥書きに、備前最大寺とあり、これが、書物等における所見となる。金岡省は、元は、藤原氏と山と幸福寺の所領であったが、南北朝時代には、 大和学安寺の所領となった。現行3年、北安寺と土地の児党が、金岡省を見分し、それを記録したとされる最大時間の人、境内絵図によれば、境内に市場があり、酒屋、魚屋、餅屋、むしろ屋、芋の市などの商人が店を開き繁栄していた。また、室町時代前期の影響12年の、最大寺古演技には、金岡裏とあり、 吉井川河口の港町として、現在の金岡地区周辺が栄えていた。戦国時代になると、最大時間の民を中心に周囲に家や店が増え、門前町が形成され、最大寺村として、繁栄、有力商人が多数活躍した。浮田秀家が岡山城を築城すると、城下町整備のため、 最大寺門前町の有力商人が多く、岡山へ招かれ移住した。現在も、城下町を起源に持つ岡山市表町には、最大寺門前からの移住者に由来する最大寺町や、新最大寺町などの字が残っている。経済その後も最大寺門前町の商業は、発展し、江戸時代になると、寛永19年に、岡山藩は、 最大寺村の商人が酒造業を営むことなどを公認。また中期には、町奉行が、最大寺は、下杉と共に、港町として栄えているので、おかげで、岡山城下町の繁栄が脅かされていると、嘆いていることが伝えられている。最大寺村南隣の金岡村も、吉井川の高瀬船を呼び、瀬戸内航路の船が集う港町。 物資の集積校として、さらには、牛窓往来の渡し場として繁栄した。干拓江戸時代には、干拓による、神殿開発で当地の面積は大きく広がるが、最初の干拓は、奈良時代に遡る。奈良の大安寺が主導し、大田良の地先の吉原を開墾し五十町部の神殿を造成したと言われる。しかし、この後は、 江戸時代まで大きな神殿開発はなかった。江戸時代前域、漢文3年に、岡山藩主、池田光政及び綱政が、松崎神殿107長部を干拓。さらに、同5年から、大阪の豪商の河野池や、神兵衛、金谷寺兵、三樹三折の3人が、岡山藩の許可を得て、金岡神殿の干拓に取り掛かり、132長部の、 神殿が造成された。後に岡山藩が買い取り、領民を入植させた。元禄5年には大規模な沖に行った1539、長部が監督された。不審の際、1番から9番まで受け持ち区域を設定したことから、日田完成後にこの区域番号が事実上の尊名として扱われた。沖神殿の中で当地に当たるのは、 百間川伊藤の5から7番と外7番及び9番である。現在、当地にある大技の九番は、その名残である。監拓による陸地の南下と海戦の大型化を受け、新田南部で、吉井川河口にあたる九番に新たに、九番校を設け、最大寺、金岡の外交として機能した。吉井川東岸部でも監拓が行われ、関営初年、岡山藩主、池田忠夫は、 藩士を動員して、神崎村内に神崎崎、新井堀を掘作し、船長川の水を、小島湾に分流させ、さらに藩主が津田正の時代になると、津田栄氏が、乙子村から小波島、中波島、大場島、外、大島、西三幸島、東港島の、各、島々を経て掛け座まで、海面に包みを築いて、川口両側に、新田561丁部を造成し、 韓国を完成させた。日田中央部を南北に船長側分流が、貫流する形となり、河口には、石の紐が築かれ、内側に、湧水池が設けられた。島の名前にちなみ、甲島日田と名付けられた。最初は甲島西日田村、同中日田同東日田村と分けられていたが、上京を4年、日市神殿は甲、甲西村、中日田は、甲田村、 東神殿は、高崎村と改称した。さらに元禄四年には、高田が南北に幸いにし、幸い先は東西にそれぞれ分割された。これら神体一体では、米、麦中心の農業地帯となり、これに加えて、イグサや綿花の栽培も盛んとり、有数の産地となった。備え置きにはこれに加えて、車越志村では、ナスやマクワウリ、 西大寺村では、ナスや青瓜、アオウリ、沖に行ったでは、糖水花などの特産品が記載されている。また、久保村の吉井川かもコシイ赤河流では、マスがよく取れたとされる。牛島道来江戸時代、当地内にも、特に人通りの多かったのが、牛島道来であった。同海道は、岡山城下町から、上郡平井港村を経て倉安川沿いに東に向かい、 百間川を越えて、中川、松崎、最大寺角村を通り抜け、金岡村から吉井川を渡り、対岸の奥群新村からは南東に向かい、奥群を移し、神崎、千住と抜け、峠を越え、かしのぶを経て、牛間戸港へ至った。現在の最大寺地域を横断する形となっている。牛間戸港は、朝鮮通信市一行の休息、宿泊の地であり、 施設団の応援に当たるため、岡山藩主の往来も多く、周辺には、西大寺村や金岡村の他にも、在京町が発達して沿線は賑わいを見せた。経済明治29年に、地元資本により西大寺宝石が設立されて以降、山陽板上紙、西大寺製紙、西大寺織物などの多くの企業が、相次いで設立された。山陽板紙は、 関音人の上手で稲原を原料として創業し、昭和19年に大倉省印刷局が同省買取り進出している。また同年には、吉井川東岸川口部にあたる西工材で、帝国加工岡山工場、同33年には、金岡東町に、日本エクスラン工業最大寺工場などがそれぞれ創業し、いずれも用水型工業である。 また、後の時代には、九番地区や豊か地区に、企業団地が形成された。明治期の最大自一体の主な営業種は、米国、乾物、成果肥料、陶器、旅など。商業資本の中から大正元年に、五福、売薬業の井原木茂平が岡山へ進出、後の天満屋百貨店へと発展する。交通網の整備明治12年に、上等、 奥陵軍を結ぶ永安橋が吉井川の観音院に近い地点にかけられ、交通の便が向上する。永安橋は洪水の土に流出したが、昭和6年に鉄橋に架け替えられた。それからは流出や損壊はなく、昭和61年にさらに近代的なものに新設された。なお、橋の名は一説では、 橋の渡り染め式に出席した岡山県令の高崎56が橋の長いのに私賃は安いといったことに由来するとされる。交通網整備のうち鉄道の建設は他地区に比べて遅れた。山陽鉄道が西大寺村周辺を通過するのは当時海運業も盛んであった。西大寺や金岡の住民の多くが海運の衰退を招くとして反対。 さらに明治22年に大協作が発生し、経済不況となり、実現に至らなかった。その後、山陽鉄道は、消し歩北部を通過し建設された。同29年に、岡山市四方の町から西大寺を経て、牛窓を結ぶ備前鉄道、及び、同30年頃に西大寺と山陽鉄道瀬戸駅を結ぶ西大寺鉄道がそれぞれ計画され、 住民の鉄道への関心がようやく高まってくる。結局、両鉄道建設計画は実現しなかったが、同44年に、岡山市長岡にあった山陽鉄道最大寺駅から、最大寺に至る最大寺軌道が付設された。翌年には、長岡から、岡山市、森下まで、大正4年には森下から高楽園口まで、延伸され、待望の岡山市街地から、 最大寺市街地までの鉄道網が完成となった。しかし、戦後に、バス路線の整備や、日本国有鉄道による阿光線の計画が、進展したことから昭和37年に、最大寺鉄道線は廃止となり、同鉄道の最大寺市駅は、バスセンターとなった。バスセンター周辺には後に、大型スーパーなどが立地し、市街地の郊外化によりこの周辺が、 地域の中心地となっていった。さらに、国鉄は高線、国道2号線バイパス、東ビブルハイウェイ、新永安境、その他一般道路の造成や、区画整理など交通網が、徐々に、整備されていった。明治以降、行政の変遷により合併が幾度か行われ、昭和の戦後には、当地は、上等軍最大次長、こと、勝、三つ政津田、九番、 金田、おすがみの各村と奥国豊高島、大白、朝日、大宮の各村と奥町長沼の合計14町村に分かれていた。昭和28年2月、14町村のうちの最大寺町と、琴、と、勝、三つ政津田、九番、金田、豊高島、大白各村と奥町のうちの長沼の11町村が合併し、最大寺市を新設。 かつての最大寺村域に市役所を構えた。翌年には、奥郡大宮村すくものうちの一部が、最大寺市へ編入し、続く同30年に、上等お岡み村、奥郡朝日村の二カッソンが、編入。さらに同31年には、奥郡大宮村が、編入合併し、現在の最大寺エリアが確定した。最大寺市は、地域の振興政策に、 積極的に取り組んだが、岡山県南100万都市構想を経て、活路を岡山市との合併に求めることとなり、昭和44年2月18日に、岡山市への最大自治の編入合併が、成立、16年間の市政にピリオドを打った。最大自治の市長者は、最大自治所となり、旧市域を管轄した。なお岡山市へ編入後、住所表記上、大技に、 最大寺の旧氏名を冠していたが、昭和47年7月20日の住所地盤変更により、旧最大寺村域を中心とした地域及び、他地域に同名類似の地名がある地域にのみ最大寺の名を大技に冠し、それ以外の地域には最大寺の名は外された。平成21年4月1日には、岡山市が、 政令指定都市へ移行し、行政区が置かれ、当地は東区の管轄となった。1993年に最大地南の金棒最大地工場が閉鎖したが、1995年に岡山市土地開発公社が取得。しかし用途が決まらず、長期にわたり利用されないままであった。2010年3月に岡山市が買い取った。面積は、 約8.2ヘクタール。2009年に岡山県で開かれた全国都市緑化フェアのメイン会場となることが決定し、整備が行われた。全国都市緑化フェア後、南側が最大寺緑花公園体験学習施設百科プラザとなり、2010年4月にリニューアルオープンした。北部エリアは民間活用、北東エリアは公共公益施設予定地とされた。 2010年4月、緑化公園内に図書館がオープンした。2011年2月14日、岡山市は北東エリアに岡山市東区役所、東消防署などを移転させる方針を明らかにし、2014年11月25日に移転開設した。2011年10月、三菱地所は当地を沈借し、同年11月9日に、 商業施設、最大寺グリーンテラスを開業するとし、家電量販店、ホームセンタースポーツ用品店など、計7店舗が12月までに順次オープンさせた。約25,800平方メートルを沈借し、2階建ての施設を建設、店舗面積は約1万3,000平方メートル、駐車場は約590台分。三菱自所は、同年3月に死と、 借地契約を締結2033年までの契約で借地料は約15億円でそれ以外の事業費は約20億円年間35億円の売上高を見込んでいる当地は以下の地域区分に細分化される以下はコミュニティ協議会区域コミュニティハウス設置区域連合町内会区域でありほぼ学区と一致する最大自治区には 最大時間の任意を筆頭に文化財が多い。東部の洋産の一角の月山には6から7世紀の横穴式古墳群がある。山の南側にあたる大宮地区には美善国一宮であった安人志神社が鎮座。境内付近からは銅鐸も出土している。洋産の尾根続きである銅山には法音大司会記と伝えられる千住三具法事がある。 奥号地区の納め丘には、浮田家の菩提寺と伝えられる紅れない字があり、お辻地区には、戦国時代に、小島湾に面して築かれた、浮田直江諸園のお辻城市がある。西部の決志山の西山中には、岡山藩主、池田綱政による創建とされる、大田良寄見跡がある。民族行事としては、全国的に知られる最大時間の運営の回用、裸祭りが、 代表的であり、当地の代名詞的なイベントとして古い時代から現在まで続けられている。毎年会比の時期には、見物客が全国から数万人が訪れ、最大寺の街が一年で最も賑わう。最大寺地上波テレビ放送は、岡山市と同様だが、ケーブルテレビである、岡山ネットワークは視聴できない。最大寺市に関するカテゴリー、ありがとうございます。